チャオ、あっちゃんです。今日もね、スーパー楽天セールでお取り寄せした、商品が届きました。はい、これです。何でしょう。はい、さぬきうどん 1.2 キロです。はい、さぬきうどん 300g のさぬきうどんが4パック入って、1.2 キロ。まあまあ重たい、ダンベルぐらいの重さです。はい、でこれなんでこんなこうだかって、サヌキうどん食べたかったんです。うどん大好きでっていうのもあんねんけども、楽天スーパーセールでドンマイっていうところやねんけども、まあサヌキうどんね、1.2 キロで、ちょっと待ってね、麺屋ドンマイ、わかるかな、見えるかな、麺屋ドンマイ、こんね、ああ黒くなった、はい、やねんけども、讃岐うどん 1.2 キロで、12食分、まあ、1食 100g ってことは、3、4、12食分、うん、で4パックに分けられてて、まあ、その前に先商品開けましょう。はい、説明まだねグダグダなんでね、ちょっとあんまりこういうのはね、カットナイフ使うとうどんなんで切れちゃったらやばいね。こんな感じ。300g の麺が4つ入って、で、入って、わかめスープ。何やこれ、わかめスープって。乾燥スープ、お湯を 150ml 注いでよくかき混ぜて召し上がりください。わかめスープや。はい。ということでね、麺屋どんまい、築地番屋決算期同梱品をご案内、分けあり商品をご試食用としてお送りしました。賞味期限がちょっと短いので、10月の6日これでも1ヶ月ぐらい賞味期限あるよね。うん、で生麺で、生麺で10月の6日でそんな短いか、こっちか、賞味期限短いの。わかめスープがね、10食入ってね、賞味期限どこ書いてあるの、賞味期限は下記、下部に書いてます。これか、切れて読めへん、わからへんかな、賞味期限の刻印潰れてわからへん、まあ、どういうのはね、そんなもんは、うん、でそれがね入ってねって、それは訳ありで、おまけで、なんか つけてくれてんの、試食用として、うん、まあそれは悪いねんけどね。で麺がね、茹で時間10分から15分で、これで麺が茹で上がったら一度冷水で取って冷やして芯まで冷やしてください。でその後、ザルうどんにしてもいいしね、釜揚げにするんだったらもう一回湯の中にぶち込んでくださいって感じで、よく水洗いして冷えた麺を熱々の釜揚げつゆでお召し上がりくださいって、冷や熱で、熱冷やは熱々に釜揚げしたうどんを冷たいつゆでお召し上がりください、うん、ということでね、どっちでもいいねんけどもね、まあ、そういうアレンジの仕方があるよって、北海道産小麦使用のね生麺です。はい、でなんでこれを買ったかっていうと、これね普段ね 1.2 キロ12人前でね、あれがないのよ、うどんだけで、つゆはないねん、つゆは自分で作ってくださいって言われてね、で讃岐の腰のうどんだから、いろんなものに使ってもいい、アレンジしてもいいっていうことで、普通におろし、おろしかつおそばとか、あと釜玉とか、ね、あと、まあ、シンプルだから美味しい粉、粉塩水にこだわった、麺やねん、で天然海水塩とかさぬきの塩を使ったりっていうね、で創業50周年でさぬきの本場のものが作った王道アレンジで、天ぷらうどんにしてもいいし、さぬきザルうどんにしてもいいし、釜玉うどんにしてもいいし、焼き鍋うどんにしてもいいし、明太釜玉にしてもいいし、明太釜玉美味しそうやなこれ、
ね、こんなんでもいいしっていうねアレンジが書いてあるんだけど、そんなんはどうでもいいのよ。これね、送料込みでね1,000円、安いでしょ。いっぱいだから100円せえへん、ね、いっぱいだからもう80円、826、80何円、安いでしょ。1人前が通常価格やねん、これ送料込みやで。全国一律送料無料で1,000円のところ、これ楽天スーパーセールであっちゃんいくらで買ったでしょうか。はい、多分みんなの予想を軽かに下回ってると思う。399円、はい、400円で言ってたから、これ3人前100円なん、いっぱい33円なんよ。安いでしょ、これは安いわと思って、まあ、これね、試食で、試食っていうか食べて、こういうね商売うまいなと思って食べて美味しかったらリピートするやん、うん、だからこういう商売よ、ね、4人ともやってた。これちょっとね、楽天スーパーセールの時に目に入ったからお取り寄せしてみました。で、やっぱりね、安い、1,000円でも安いんよ、十分。送料込みで1,000円言うたらね。うん。だからやねんけども、発送がいつになるかわからない。で、メール便で届くから、いつかわからない。ポスターにぶち込みって感じやねんけども、そんなん関係ないからね、あっちゃんのいつもポンと置いといてくれたらいいから、って思って、頼んでみました。で、これね、3人前一くくりなんで、また子供がいてるとき、土曜日か日曜日にするか、まあ、夜なんかでね鍋に入れるとか、まあ、そんなんでね食べたいと思います。うん、ということで、さぬきうどん、はい、スーパー楽天セールでお取り寄せしてみました。ではまた食べる動画で、ね、4回ぐらいね、3人で4回食べられる。もしかしたらあっちゃん毎日これから3日間毎日うどんで3分の1一袋にして食べるかもわからないしね。まあ食べる動画につなぎたいと思います。はい。ということで今日はとりあえず届いたんで紹介だけしてみました。ではまたね。バイバイ。下にリンク貼っとくんでよかったら買ってみてください。今は 1.2 キロ1,000円送料込みです。それでも安いんでよかったら買ってください。